川崎フロンターレは中村健吾が左足の怪我で外れ、入れ替わるように大久保嘉人が腰痛から復帰しています。豊富な運動量を見せるフロンターレ、前半25分、ベガルタ仙台のパスをレナトがカット、そのままカウンターを仕掛けます。ディフェンスは2人、レナトが選んだのは後ろから走り込んできた大久保。復帰したばかりの大久保が大仕事、フロンターレに今シーズン初めての先制点をもたらします。さらに1分後、ディフェンスのハンドを誘いペナルティーキックを獲得。蹴るのはレナト、追加点を奪います。こうなると止まらないのがフロンターレ。40分にはクリアボールをレナトが拾ってシュート。圧倒的な攻撃力で大量点を奪うフロンターレ、3点をリードし前半を終えます。ところが後半、攻撃の要レナトが左足を痛めベンチへ。嫌なムードが漂う後半4分、ベガルタ太田がフリーでクロス、これをリャンヨンギ。フロンターレはディフェンスの乱れを突かれ1点を返されます。悪い流れを断ち切れなかったのが今シーズンのフロンターレ。しかしこの試合は違いました。後半8分、大久保嘉人、大久保の今シーズン4点目、サポーターの期待に応えます。フロンターレは後半15分に1点を失います。それでもリードを守ったまま試合終了。ホーム轟で今シーズン初勝利を挙げました。